サノバウィッチガンタということで、巡るルートシャープ2やっていくんだけど、いやシャープ1見ました？いやひどかったね。もう下ネタがダダ滑りまくってるっていうもう自分で見返してて恥ずかしかったわなんかもうあのね、俺ね、だいたい編集するときぐらいしかあんまり動画見返さないんだけど、自分の動画。いやーひどかったね。コメントに書いてあったからさ、どんな感じなんだろうと思って、いやお見苦しいものを見せてしまったんですけど、まあ多分ね、俺ネタを入れるのそんな得意な方じゃないので、今後ももしかしたらこういうのがあるかもしれないんですが、失笑してやってください。はい、じゃあコンティニューやっていきましょう。やめないんかっていう。はっ、ねね先輩、ねね先輩も一緒にコスプレ記念写真撮ってもらいましょうよ。おお、俺もっていうね、こういうこと言うからダメなんだよこういうこと言うからな。あー、俺もそこ変わってくれ。いや、ていうか俺もっつってな。こんな抱きついた状態でですか？せっかくの衣装が見えなくなってしまう気が。そうですけど、ねね先輩可愛いからやっぱり大好きですってくっつきたくなっちゃうんですよね。しゅうじくんよりもなそういうわけではないか。ねね先輩もしてくださいよ。ほらほら、稲葉さんは綾地さんを見つけるともう俺のことなど忘れたかのように抱きついてじゃれ始めていた。いやでもこのね、めぐるかけるねねのこのゆりゆりコンビはね、もう最高ですね。なんかトウコさんとね、そのコシーさんも良かったんだけど、まあでもね、トウコさんがそっちの成分ないからな、受け成分もないしな。やれやれだぜ藤野くん、稲葉さんを取られちゃったね。ねえ、取られちゃいました。見てたんですか、戸隠先輩。もちろん、シーバさんみんなのこと撮ってくれてるかなって。そしたら星名くん、パーティーの盛り上がりにかこつけて、うん、稲葉さんとの密着状態を堪能できてたのにねもうそこもな、がっつり見てたのかえ、みんなは注目してなかったのか、その密着状態は。あ、でもまあ、この雰囲気の中だから、まあそういうのもあるかって感じで、まあみんな流してたのか。人聞きの悪いことを言わないでください。それじゃあ俺の方から迫ったみたいじゃないですか。でも稲葉さんの腰のくびれをぐっと引き寄せたりしてたよねその息の多さよ、ぐっと引き寄せたりみたいなまああれはな、挑発されたからな、もう行くしかないだろうっていう。お前は俺のものなんだよ、おうみたいななるほど、そういう脚色もいいですから、稲葉さんの方からくっついてきて、俺の方もそうしてくれって言うからしただけですし。あ、ですって。今、綾地さんにしてるみたいに？お？そう、ですね。どういうこと？ん？ちょっと待て。そういえば、稲葉さん。くっつくのは好きな相手だけですって、前に言ってたような。おっと？その、なんかすごいさ、都合のいいところだけ覚えてんだな大体主人公ってあんまこういうの覚えてなくて、最終的にあれなんか前にみたいなさいやもうここで思い出すのね早っ。だから綾地さんにはいつもああしてああしてて、でも今日は俺にも。お、それってつまり、お、修二君、いやいや都合のいいように拡大解釈しすぎだろ。何胸を熱くしてるんだ俺は。そもそもそこに至るまでの流れが流れだ。きっかけはむしろ俺に対する意趣返しみたいなもんだったんだし、稲葉さんが調子に乗って勢い余るのもいつものことなわけだし。まあでもあのめぐるさんですよねえ、ちょっとこう、まあ、人見知りかますじゃないけどさ、あんまりね、こう人当たりは悪くはないけど、人懐っこい感じではあるんだけど、でもそこまでギュウギュウいかないもんな、めぐるさん。そんなめぐるさんがですよ。こうでいいですか、稲葉さん。バッチリです。それじゃあ、つむぎ先輩、お願いします。はーい。まあ、パーティーのテンションってやつだな。つまり、今日限りってことだ。勘違いしないようにしないとな。うん、なるほど、最初から面白いですね。え、サノバウィッチザ・スター星なんかタロットカードってさ、あのジョジョで
ちょこっとだけ知ってるんだけど、なんかデス30みたいな。なんかそういうの、なんかちょっとだけ知ってるんだけど、ザスターって何なんだろうな。星のカードがあんのか、タロットカード。これタロットカードってさ、まあこれ個別ルート入るとこういうのが出てくるんだろうけど、なんか意味があんのかな。まあわかんないけど、じゃあとりあえずじゃあ見ていきましょう。翌日の午前中は岡研や学生会のみんなと体育館の片付けを行った。いやこの片付けがな楽しいんだよな。またこれもな、みんなで苦労して行った飾り付けだけに撤去してしまうのは名残惜しいものがあったけど、こればっかりは仕方がない。まあそうだ、名残惜しいわな。週明けからは日常生活に戻る必要がある。祭りはきちんと終わらせるところまでが祭りなわけだし、それは俺個人としても同じことだ。だから午後には、おお、カイドウからもメールもらったぜ。 うまくいったみたいだな。あ、あのベースの人か。結果オーライってところかな。俺はやっぱり足引っ張っちゃってたけど、一週間かそこらじゃ仕方ないって。ステージに立って一曲弾けただけで十分だろ。確かに全うできただけだな。でもいいのかベース、せっかく始めたんだからもうちょっと続けてみりゃいいのに。他にやらなきゃいけないことがあるからさ。とにかくいろいろとありがとう、世話になった。別にいいって。ま、もしまた弾きたくなったらいつでも連絡してくれ。おーね、こういうね、知り合いの輪が広がっていくのいいね。最初の修士君とはやっぱこう大違いだよな。序盤のあの秋田さんに絡まれてた時の。ああ、その時は頼むよ。はあ、すぐ連絡がついたこともあり、借りていたベースも今日のうちに返しに行った。別にすぐ返しに行く必要はなかったんだけど、やっぱり落ち着かないしな。家に置いたままにしておくと惰性で触ってしまいかねないし。惰性で触るってどういうことよ。でもまあこれで本当にパーティーは終わりだ。ここのところの生活にも一区切り、明日からはまた以前のような日常が再開する。それに備えるためにもさっさと家に帰ってのんびり疲れを癒すとしようってところにめぐるさんが出てくるのかな、っていうわけでもないのか。お、夕飯はどうするかな。父さん休日出勤だし、駅前で買い物しておいた方が良かったか。いいか、あとはのんびりするって決めたんだし、あるもので適当に。あれ、おお、え、何その私服。なんかいつもと違う感じだな。あ、羽織ってるだけか。なんか中は同じなのか。なんかすごいね。何その、なんかまた燃え袖みたいな。先輩、チャロー、チャロー。うん、もう、あれだな、冒頭にチャロを入れようかな、俺。動画の冒頭に。めぐるさんルート限定で。家のそばまで戻ってきたところで、ばったり稲葉さんに会った。なんか、チャロって言い忘れちゃうんだよな。どっかの帰りですか？午後は家でのんびりしてるって、午前中言ってませんでしたっけ？うん。その前に、借りてたベースを返しに行っておきたくてさ。本当にきっぱりやめちゃうんですね。ちょっともったいないかも。ベース弾いてた先輩かっこよかったし。おお、マジで。心が動いてる。見えるっていうか、その痛みで感じるはずもないのにな、感覚で。いや、めぐるさんにはちょっと見抜かれてるようだな。ってからかっただけかよ。男心もてあそぶのやめてくれないか。それより先輩、じゃあこの後は予定通りのんびり過ごすってことでいいんですか？え、ああ、まあな。っていうか、そっちこそ何してたんだ？自分ですか？ああ、稲葉さんも疲れが溜まってるだろうし、午後は出歩かずに家でのんびりしてるかと思ってたけど。そうなんですけど、なんか落ち着かなくって。おお、アウトドア派か。めぐるさんでも確かにアウトドア派な感じするけどさ、でもあんなさ、モンカリとかバッチバチにやってるからさ、どちらかというとインドアなんじゃねえかって思う節もあるよな。なんか、どっちもいける、なんかオールマイティー的な感じなんだろうな。ほら、みんなで力を合わせて何かを成し遂げてって、自分はあんまり経験なかったじゃないですか。それは俺もだな。だからなんていうか、まだ盛り上がりの余韻が残ってる感じなんですよね。わかるな。それと同時に切り替えなきゃとも思ってるみたいな。そうそう、そんなわけで、おう、先輩
今からモンカリやりません？おー、いきなりのモンカリ。どっからもうモンカリの話始まるんだろうなと思ってたら、もういきなり、もうチャプター5の1の冒頭からモンカリ。え、今から？せっかく会ったんだし、昨日もそんな話してたじゃないですか。久々に協力プレイして勘を取り戻しておきましょうよ。なるほど。明日からはやる機会もまた増えるだろうしな。まあ、遊ぶな。なぜ遊ぶんだ。もうそんなことしてるからテストがなあ怪しくなってくるんだぜ。もう勉強しろ。それにどうせ帰っても何もせずダラダラするつもりだったんだ。おー、まあな、まあ、ゆっくりした方がいいな、休日は。ここは一つゲームでもして気分のリフレッシュを図るのもいいだろう。まあめぐるさんとね、この可愛い女の子と一緒にモンカリできる、もうそれがね何よりのリフレッシュだ。じゃあ決まりですね。早速どっかファミレスでも入りましょう。ああいいね、ファミレスでやるんだな。あー、その前に取りに戻らないと。俺今 3DW 持ってないんだ。もうずーっとわかんないんだよね、 W が。ずっと気になってんだけど全然ね、ルビー振ってくれないから。何なんだろうねこれね。なんで持ち歩いてないんですか？鉄則じゃないですか。どこにでも持ち歩くの 3DW。 ここのところ触る余裕がなかったから充電つなぎっぱなしにしてたんだよ。まだるっこしい。それじゃあダッシュで取ってきてくださいよ。わかったわかった、ちょっと待っててくれる？家はすぐそこだし。と急いで歩き出そうとしたところで、あ、家来る感じ。逆に、あ、だったらいっそ先輩の部屋でやりません？やばいぞ。お、ちゃんと片付けてるか？大丈夫か？え、すぐそこなんですよね。まずいな。だったらその方が早いじゃないですか。お父さんはいないんだよな今。あれいるんだっけ？自分先輩の部屋にも行ったことないし、いい機会だからお邪魔したいです。ダメですか？いやー、もうこれされたらな。え、いや、うん、俺は別に構わないけど。いいのか、稲葉さんはそれで。まあ野郎の部屋に入ることになるけどな。じゃあ決まり、早速移動しましょう。ああちょっと KO されちゃったな。お、お邪魔します。でもな、片付いてんだよな。あのリド上のね、サトルくんとかの部屋はもうなんか何にもなかったんだけど。まあ何にもないは言い過ぎか。もう本当にさ、ね、物もうミニマリストみたいな感じだったけど、めちゃくちゃあるからな。こん中にちょっと隠してんのかな。あの本かなんかを、 OKZ を隠してんのかな。うん、本当に普通についてきちゃったな。部活の先輩とはいえ、男の部屋に上がって二人きりになるとか、女の子は警戒するもんだと思うんだけど、本当だよな。しかも自分から言い出してたぞ。おー、ここが先輩の部屋。意外と綺麗にしてるんですね。あんまりじっくり見回すなって。なんか照れくさいから。あ、ごめんなさいです。そうですよね。匂い的にはどうなんだろう。でも匂い重要だよね。その相性的には。俺が気にしすぎなのかな、この辺。そうだな、稲葉さんにとっては大したことじゃないのかもしれないし。だったら俺も普通にしてないと。一応こう先輩として。うん、まあとりあえず適当に座ってよ。飲み物でも持ってくるから。お？って稲葉さん？あ、いや、あ、ごめんなさい。部屋にあげてもらっちゃうとか、なんか自分も今さら照れくさくなってきて。本当に今さらだな。ちょ、今さら照れられても、こっちは普通にしてようと自分に言い聞かせてたのに。お邪魔していいですかって勢いで言っちゃいましたけど、でも、うん、先輩あげてくれたし。友達同士なら家に上がったりあげられたりなんて当たり前のことですもんね。相変わらず緩急のある子だな。緩急。しかも友達同士と来たか。お、なんか胸に突っかえるものがあるか。ここ座っちゃいますね。あ、そういうのなかったか。ああ座って待ってて。飲み物ペットボトルのお茶でいいよね。はい、ありがとうございます。家事はできるからな、修二君。それって部活の先輩後輩って以上に気を許してくれてるってことだよな。まあそうだね、もうただの後輩先輩じゃないってことだな。うん、昨日だってあんな風にくっついてきてくれたわけだし。
結構嬉しかったんだな。結構嬉しかったんだな、修二君。結構グッときちゃってんじゃん。いや、だから意識するなって俺。気を許すって言ってもあくまで友達レベルだから。友達でもあんなギューってなんだよな、でも。こういうのにあんまり免疫がないから、どうも落ち着かなくなっちゃうところが辛いところだな。ま、ゲームを始めれば雰囲気も変わるだろう。フラグか？とにかく、そんなわけで飲み物を持ってくると、お互い 3DW を開き、モンカリの協力プレイを始めた。お、なんか出てくるのか、SDA。お、出てきた。先輩、しばらくやってなかったからやっぱり腕落ちてますね。そりゃな、指もな、もうすさまじいぐらいもう痛いね状態です。どうなんだろう、もう治ってんのかな、この左のなんか、まあ、ね、指腫れてたりとかするかもわかんないけど。そして見てくださいよ、もうギリギリじゃないですかこれ。あぐらをかかないところがでもまだいいな。いやでも俺あぐら結構好きだけどね、女の子のちょっとなんかボーイッシュな感じの、こういう時にあぐら、あぐらやばいみたいな感じでこうギュッて隠す感じ。気抜きまくっちゃってて、ベースの後遺症で左手の指が痛くていまいち思い通りに動かせないんだって。こんな落とし穴があったとは。だったらどの道お手伝いを買って出て正解でしたね。こっちも助かる。この真空で素材ゲットできれば今のより強い防具作る目処が立つしと。あ、やっぱり避けきれなかった。でも大丈夫、準備してたんで治療団行きますよ。てい、お、ナイスタイミング、ありがとう。任せてください、先輩の動きのパターンはもう大体掴んでますからね。おー、いいね。あれだな、あの主人公の弱点をすぐ学んでいくタイプの女の子だなこれは。なんだかんださ、こうバカっぽい女の子ってそういう例のシーンになるとすごい頭良くなるよね。やられるパターンまで掴まれてるってのは寂しいものがあるけど。っていうか、ほらほら先輩、攻撃攻撃、せっかく自分が電車で足止めしてるんですから、槍がガンガン行ってくれなくてどうするんですか。そうだぞ、ガンガン行こうぜ。ちょっと了解、そうだな、あと少しなんだし。そこもう一発、そう、あん、よし。いやー、仲良さそうだな、お前ら。なあ、いいよね。でもね、こう、盛り上がれんのな、ゲームで。でもこう、男女はさ、こう、ゲームっていう一つのな、媒体がもう、どれだけ大きいのかって感じだよね。男女って普通あんまりね、こう、こう、なんて、恋愛みたいな感じにならないとさ、こう、何かこう趣味がないと付き合えないところあるから。こういうのあるのやっぱいいよな。モンカリってか、モンハンとかね、ほんとにいいですよね。危ない危ない危ない。ちょ、これ何か短パンなのかこれ。俺の槍が最後の一撃を加えると、画面の中で竜が倒れるのを真似るように、稲葉さんもひっくり返るよ。どういうことよ。テンション上がりすぎでしょ、それ。よしよし。今回はとどめもちゃんと先輩に譲れましたよ。オラスアタって先輩、どうしたんです、ボスから素材剥がないんですか。いや、そんな足を崩したら下着見えちゃうかもって気が気じゃなくて。うわ、何を目ざとくチェックしてるんですか、最低。すいませんね。なんかすいませんね。仕方ないだろ、稲葉さんが無警戒だからこっちが逆に気にしちゃうんだよ。大丈夫ですよ、これスカートじゃなくてキュロットですから。ああ、やっぱりか。え、あ、本当だ。ちょっと残念そうだな。だからってガン見しないでくださいよ、本当にこのムッツリ先輩は。ね、振ったのはそっちだろ、そりゃ見ちゃうに決まってるって。ただでさえ稲葉さんが俺の部屋にいるっていうのにまだ微妙に落ち着かないんだから。あ、それ攻撃食らいまくってた言い訳、かっこ悪い。いや、本心本心、ほっとけ。とにかくほら、稲葉さんもちゃんと座り直して素材剥ぎなって。本当にもう攻撃のチャンスは見逃しまくってるくせに。いいね、修二君いいよそういうの、もうどんどんやってくれ。見てないって、視線ちょっとそっちに向けただけだろ、今度は警戒しすぎだろそれ、などとギャーギャー言い合いつつも無事に期間限定クエストをクリアして素材をゲットした。まあでも前からこんな感じだったけどね。
でもどちらかというと今回あのルート入ってからはなんかめぐるさんの方から来るようになったな。最初はさもうガンガンしゅうじくんの方から言ってたけどね。はあ、やれやれだぜ。とにかくこれで新鎧まであと少しだな。それができたら多少は迷惑かけずに済むようになるだろうから、もう少し素材集め手伝ってもらっていいか。あ、はい、それはいいですけど。助かるよ。じゃあ早速。うん、稲葉さん、迷惑でした？何が？不意に表情を変え、そんなことを切り出してきた。なんだよ、急に。はい、急でしたし。だから先輩、ひょっとしたら本当は迷惑だったかなって。じゃあ迷惑じゃないっていうことを証明するようにこう抱きつこう。ダメか。なんかギューっとこう抱きしめてな。うん、ちょっと気が早いな。自分も気にしてなかったわけじゃないんですよ。後輩の女の子にいきなり上がり込まれるの、男の人的には落ち着かないかなって。まあ落ち着かないよな、それな。俺そういう態度に見えた？どうですか？そういうわけじゃないんだけど。ならよかったですけど。でもそういうのちゃんと気にすることができるのに家にあげてくれって言い出すなんてとは思うけどさ、今みたいなことを上がった段階じゃなくてこのタイミングで言い出したっていうのも含めて、そうだね、結構時間経った段階から、ちなみになんですけどみたいな。それでいくと稲葉さんも気にはしてたのに表に出さないようにしてもんかりしてたってことになるんだし。それはまあ勢いというか。勢いで生きてすぎじゃない？それ生きすぎじゃない？勢いかよ。だってほら、協力プレイのチャンス、ここを逃す手はない、すぐやらなきゃって感じだったし。まあ、あくまでゲームのな。どこまでゲーム好きなんだこの子。いいじゃないですか、先輩の役にだって立ってるんだし。それになんか今日は先輩とゲームしたかったんですもん。おお、思わず顔を見た。稲葉さんは照れくさそうに苦笑いして俺を見ていた。友達同士だからって早くないこの展開。なんかそういう感じの会話になる展開早くない？部屋に上がった直後に言っていたのはそれだった。それ先輩相手に失礼だったらごめんなさいですけど。いやそんなことはないって。光栄だけど。よかった、先輩ならそう言ってくれるって信用してましたけどね。まあ信用してたけどちょっと不安だったみたいな。って、おい！君はどこまで俺の心をもてあそべば気が済むんだ！そんなつもりじゃないですってば。どうもうまく話せないんですよ、こういうのは。おー、なるほど。じゃあ、修二くん限定の知女ってことか。いいな。いいな、そういうの。じゃあ、どういうつもりなんだ？それは、同志みたいに思ってるっていうか。同志か。え？ほら、自分も先輩も、人付き合いがあんまり上手くないタイプじゃないですか。確かに。まあだからさ、こう仲良くなった人の中ではこう内弁慶になるみたいな。まあ俺もね、そういう節があるんだけど。まあでもわかるわ。それはまあ、うん。だからこう仲間って。稲葉さんはいそいそと 3DW を置くと俺に向かって座り直した。本当はこういう話をするタイミングを測っていたのかもしれない。なんとなくそんな気がした。俺はまた昨日の記念写真記念撮影の時のことを思い出す。もう噛むし、ちょっと笑っちゃったし、また記念撮影の話かっていろいろとちょっと笑ってしまった。今までにはなかった照れくさくぎこちなくだけど親愛感の表情みたいな距離感。ほう、表現今日めっちゃ間違えるな。どうした？動揺してんだろうな。クラスの子たちとはケーキ食べに行ったりとかするようにはなりましたけど、まだ家にはあげてもらえないし、こっちもあげてとは言えないんですよね。ああ、そうだったんだな。けど俺にはって？お邪魔してます。うん、うん、だから昨日のあのバンド演奏は本当にドキドキしたんですよ。おう、
胸の前で拳を握って身を乗り出すように熱を込めてくれる。わ、めっちゃ可愛い、それ。それ可愛いな。演奏もそうですけど、何より自分が同志みたいに思ってた人がみんなの前であんなすごいことをって。そう、だったのか。はい、まるで自分のことみたいに。ドキドキして、ぐわーってなって。自分も負けてられない。自分も先輩みたいに頑張らなきゃって。おー、いい関係じゃん。いや、こういう関係いいよな。すっごく、思ったんですよ。今見ました、一瞬。一瞬すごいトローンっていういい顔になったよね、めぐるさん。めぐるさんこういうニコーっていう顔とかさ、なんかちょっとこう、はぁみたいな顔結構多いけど、ああいう顔いいよな、時折見せる。へぇ。視線を外し、何かをごまかすように頬を撫でてしまう俺。テンプレ。でも、そっか。そんな風に思ってくれてたのか。だから今日もこうして。なんだこれ。さっきまでと違う意味で、無性に落ち着かない。お、何か胸にこう、来るものがあるかな、なんか、なんか違和感があるかな。そういう意味でも、こう、ほら、同志っていうか、逆の立場だったら先輩もそう思ってくれたんじゃないかと思うんですけど。それは確かに。ですよね。でも俺には友達がいるからな、一応。ついついそんなことを言ってしまう。なぜ張り合った。なぜ張り合った。って、めぐるにはいないみたいに言わないでくださいよ。そうだよ。いるの？いませんけど、さっきも言った通り、クラスの子たちにはまだ部屋にあげてって切り出せてないし。まあでもいるじゃんね、目の前に。ねえ。まあ同志というか友達というか。ああ。バターンと、そこで稲葉さんは万歳しながら後ろにひっくり返った。一瞬言い過ぎてしまったのかと思ったけど、そういうわけではないようだった。もうそれぐらいのこと序盤めっちゃ言ってたけどね、めぐるさんと出会った時。お前それ言い過ぎやろみたいなこと結構言ってたけどね。先輩の前でならこうやってひっくり返ったりできるんだけどな。いただきました。唇を尖らせてすねるみたいに言っていた。先輩は自分がいきなりこんなことしても変なやつだなって引いたりしませんもんね。ああ、ドキッとはしたけどね。またマジエロ先輩ですか。本当にこの人って。いいじゃないですか。毎度毎度自分からやっておいて、それはないと思うんだ。それだけ遠慮なく物が言えるってことですよ。確かに。物は言いようだ。クラスの友達には、まだこんな風に言えませんし。ああ、そっか。稲葉さんって、その辺の間合いが独特だよな。確かに。何なんだろうね、この独特の間合い。ね。すごいリア充っぽい感じなのに、なんかこうガツガツいかないというか、こうね、なんかちょっと距離を置いてるみたいなね。だからこそこの修二君とめぐるさんの関係性がすごいさ、際立つというかさ。そうなんですよね。もう。自分ってやっぱり、どうしても友達付き合いに深さを求めちゃうんですよ。ああ。大勢の人と浅く仲良くするんじゃなくって、一人の人と、とことん仲良くしたいっていうか。めぐるさー、じゃあもう修二君ととことん仲良くなっちゃいましょうよ。もう行くとこまで、もう行き、いや、もう行くしかないだろこれ。もうもうそれ告白みたいなもんじゃないのこれ。違うか。それは非常によくわかるかな。まあでもねねさんに対してもなんかそういう感じ。なんかああいうこうギューって言ったりさ、こうもっと深めたいみたいな感じで行くんだろうな。だから、そういう感じで。修二君に対しても、こう、勢いで行っちゃうぐらいには、こう、もっと深めたいみたいな。深めてもいいとは思ってるぐらいには、なんか、うん、仲良くなりたいと思ってんのかもな。それは非常によくわかるな。言い方は悪いけど、べったりしたがるタイプだ。うん、甘えたいタイプね。そういう印象がある。そう、甘えられる相手を探してるみたいな。それは例えば、あやちさんに対する態度なんかでも一目瞭然だ。とにかくよく抱きついてるし。最近は、シーバさんにも割とそんな感じ。あ、そうなんだ。まあ結構いろいろ髪とかね、触ったりファッションとかで、やってるもんな。感じだよな。あと、昨日は俺にも、そういうことでいいんだよな。でも、お前の場合はまた別だぞ。異性だからな、お前。
でもそれって相手次第じゃないですか。受け入れてもらえないとそういう風にはできないし。確かに。こういう付き合い方してくれる人なんかめったにいないっていうのはわかりますし。確かにな。なるほど、だからなのか。稲葉さんって基本的に人付き合いはおせおせに見えるのに、肝心なところでどっかしら腰が引けてる感じなの。なんか見抜かれちゃってますね。あ、不愉快だったらごめん。いえ、大丈夫です。その通りですし。そうなんですよね、怖がっちゃってるんですよ。自分うざいかなとか嫌われてないかなって。あー、でもその点あれか、その自分の悩みとかを打ち明けられたおかけんメンツ、まあ、特にねねさんとね、その時に、まあ、二人しかいなかったけど、まあ、修二くんとねねさんには、まあ、ある程度はこう、いけるってことか。わかるわかる。普通にしてたつもりだけど、なんか空回りしちゃってたかもって自分で気づくんだよな。そうそう、ふと怖くなるんですよね。おかけんの先輩たち相手には、おかげさまでだいぶなくなりましたけど、うん、そういうところなんとかしなきゃなって自分で。もっとうまく人と付き合っていかなきゃ辛い思いするばっかりだみたいなでしょ。そうそう、それなんです。先輩やっぱり分かってくれた。もう付き合えよもう分かってくれてる人がさ、もうそこにいるんだったら、もうそのままもう仲を深めてね、行くところまで行っちまえ。もう分かる、非常によく分かる。そうか、つまりまあ、それが稲葉さんの言う通り、人付き合いがうまくない同士っていう証明なんだろうけど。だからですね、自分一年発起してイメチェンしたんですよ、姫松学院に入るときに。そう言ってたね。最初にその話を聞いたときは、単にデビューってやつ程度にしか思わなかったけど、なるほど、そういう事情があったのか。自分から行くとどうしても間合いがつかめないから、周りの人から来てもらえるようになろうと。ですです、そんな感じ。まあ先輩も知っての通り、それはうまくいかなかったんですけど。いきなり風邪で休んじゃったんだからしょうがないって。ありがとうございます。でもたとえ風邪ひいてなかったとしても、自分は自分ですからね。まあそうか、まあその、まあ、風邪ひいてなかったとしても、今みたいになれるかと言われると自信はなかったと。自分一人だったら結局うまくいってなかったんじゃないかなって思いますでも今はクラスにもどんどん溶け込めてるじゃないか。はい、そうですね。少しずつでしょうけど、これからもっともっと慣れていけると思います。先輩に負けてられないですしねいや、いいな、こう時折見せるこの苦笑いみたいなの。照れ笑いじゃないけど。ん？あれ？どうしたんですか？おっと？何を感じた今？今何を感じた？いや、気のせいじゃないよな。いや、これさ、ずるいな！主人公よ！お前、鈍感じゃいられないぞ！今回のサノバウィッチの主人公、修二くん。お前もう鈍感じゃいられないからな。そっか！その能力があるせいで、分かってしまうのか。今の話からチクチクした痛みと、ほのかな甘酸っぱさをいっぺんに感じた。ほう。痛みの方は付き合いに対する怯えとか、そういう自分に対する複雑な感情なんだろうけど。甘酸っぱさの方は、何の感情の味だったんだろう。そういう方か。なるほど、そういうやつか。肝心なところで。あれ？なんだろう、この甘酸っぱさ。なんか、あれそこでわかんないんか先輩ってば。ああ、いや、うん、ごめん。モンカリほったらかしになっちゃってたな。もう一食え、手伝い、頼めるか。あ、はい、喜んで。よーし、それじゃあ先輩の新鎧のために、素材ゲット、狙いに行っちゃいますか。あ、助かるよ。ゲームのことなら任せてくださいって。ああ、まただ、ほんのりとは甘酸っぱい。何の感情なのかはわからないけど、でも、それはちっとも嫌なものじゃなかった。なるほど。甘酸っぱいんですね。
なんじゃこれ。サノバウィッチ。ビギャル、ギャルメイク、モテガイド。すごい勉強熱心だったな。おはよう、星名。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかなと思うんだけど、いやー、いいね。めぐるさんのその、なんていうのかな、こう、広く浅くいけないみたいなところは、なんかすごい共感できる気がする。まあ、こういう動画出してたり、配信やってたりするの広く浅くになっちゃうんだけど、範囲的にはね、俺みたいな活動は。ただ、なんかリアルだとなー、やっぱり、深さを求めちゃうところあるなー。で、難しいよね、そういうところって。だからまあ、めぐるさんにとっては、こういうしゅうじくんとかねねさんとかめちゃめちゃ大事な、まあ、同志というか友達なんだろうな。さあ、この甘酸っぱさが、今回ね、出てきましたけど、もうしゅうじくんは、この、そっか、味は感じるけど、これなんだろうになっちゃうのか。今までめちゃめちゃさ、なんかコナンみたいな感じでさ、ちょっと、鎌かけてみようみたいなさ、なんかすげえ、さとい感じだったのに、いきなりね、疎くなったな。いやいやいや、まあどうなっていくのか、じゃあ、次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。